両親が、この間ある方から手紙もらったんだ。そしたら、どんなに愛し合ってる男と女でも別れることがしばしばある。ましてファンの気持ちなんて移り気です。そんな手紙をもらいました。でもその手紙を読んだ人とっても嬉しかったんです。どんなに愛し合ってる男と女でも別れるのに、みんなは知らないかも。俺を愛で支えてくれた本当にいつも大きな大きな愛の目で僕を見守ってくれたことが、本当にその手紙を読んだ時嬉しかったんです。西城秀樹のファンは日本一素敵なファンだ。西城秀樹は日本一幸せな男だ。ありがとう。本当にこうやって後楽園で音楽ができたのはみんなのおかげだと思ってます。これからもいつまでも一緒に歩み続け